ではではでは、はい、やっていきましょうか。はい、久しぶりですね。そうですね。こう2人で喋るのはそうですよね。久しぶりですね。いよいよバタバタとバタバタしましたけど、はい、はい、今回はですね、はい、渋谷パルコに移転オープンと、はい、リニューアルオープンということでですね、Tレースが渋谷パルコに正規出店という形で、はい、やらせていただきます。はい、まあ、今までですね、はい、あの道玄坂、渋谷の道玄坂の方でやらせていただいたんですけども、うん、まあいろいろな縁あってという形で、今回渋谷パルコの方に移転させていただきます。はい、じゃあオープン日がですね、2023年の3月9日木曜日ですね。木曜日。はい、こちらでプレオープンという形で、3月11日の土曜日、こちらで、イベント開催と。なので3月11日が、まあ、正式なオープンと、はいはい、いうような形で、グランドオープン、ね、グランドオープン、はい、で3月9日と10日に関して、はい、こちらに関してはプレオープンなので、はい、実際の購入はできませんよと、はいはい、あの作品は展示してあるんですけども、購入はできないですよということだけご了承いただければと思います。なるほど。3月11日のイベントが始まって、それ以降はあの通常営業という形をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、はい、この渋谷パルコの持つホビーカルチャーをモード、アートとして昇華できるポテンシャルのある空気感と同様な効果をもたらすように、うん、こう意識した店舗作りをパルコの方でさせていただいてます、うん、おー楽しみですね。はい、なので道玄坂の方はですね、はい、ちょっとこう蜂の巣をイメージした、そうですね、はい、作りをしてたんですけども、うんうん、はい、その蜂の巣もちょっとだけ継承しつつ、うんうん、今までの道玄坂のコンセプトも継承しつつ、うんうん、また新たなですね、なるほど、 Tベースとなって渋谷パルコ店オープンという形になります。そのままこう行くわけじゃないんですね。行くわけじゃなくて、はい、どんな店舗になるのか楽しみですね。そうですね。で今回はですね、はい、その3月11日土曜日のイベントに関してのルール説明と、はい、いう形の動画となります、はい、今回はですね、はい、事前抽選入場 となりまして、はい、その事前抽選入場なんですけども、はい、事前の抽選はですね、はい、あらかじめ期間を設けて、うん、どなたでも応募ができますよと、はい、なので今回は先着順とかではないので、うん、その期間内に応募していただいて、その中からですねランダムで90名の方をですね、はい、選ばせていただくというような形になります。そういった形でですね、はい、まあ、ざっくりとそういったルールにはなってるんですけども、はい、詳細の方ですね、はい、今からご説明をさせていただければと思います。そうですね、気になりますね、はいはい、まずはですね、はい、抽選の応募期間という形なんですけども、はいはい、2月23日の木曜日、はい、1時から13時から、はい、2月25日土曜日の23時59分まで、はい、こちらを抽選応募期間とさせていただきたいと思います。はい、専用の応募フォームを用意しましたので、うん、そちらの方から入っていただき、必要情報を入力していただいて応募完了というような形になりますね、はい、その応募フォームに関してはこちらの YouTube の概要欄の方にも貼り付けておきますので、うん、またあの TBS の Twitter の方からもですね案内があると思います、はい、そしてですね、はい、当選の発表なんですけども、はいはい、2023年の3月2日木曜日から3月3日金曜日の18時までのこの間でですね、順次ですね、はい、この当選された方にメールの方を送信させていただくという形になります。当選された方はですね、はい、あのメールの方が届きまして、うん、当選されなかった、残念ながら当選されなかった方はですね、はい、メールの方が届かないというような形になりますので、はい、ご了承いただければと思います。届いた人だけが当選ですね。当選ですね、うん、今回のですね、はい、事前抽選入場の時間帯なんですけども、はい、3つに分かれてまして、はい、まずは11時30分から12時の間、こちらで30名、はいはい、で12時から12時半の間、うん、こちらで30名で、12時半から1時の間、はい、こちらで30名という形になります。合計90名ですね、はい、なので当選された方 の, そのメールにはですね、うん、時間帯と入場番号もですね、うん、ついてますので、うん、そちらをご確認いただいてお越しいただくという形になります。うん、この3つの時間帯があるんですけども、どの時間帯に当選された方が当てはまるのか、うん、こちらもランダムになりますので、うーん、当選者の方はメールをご確認いただいて、はい、という形になりますね、はいはい、でそこまでが抽選入場で、はい、1時半からその後のですね30分インターバルを置いて、はい、1時30分からフリー入場とさせていただくと
という形ですね、はい、そして事前抽選入場のルールなんですけども、はい、こちら応募フォームより応募いただくんですけども、応募は1人1回限りとなりますと、うんうん、20、30での応募の場合は、はい、当選の対象外になりますので、おご注意いただければと思います。なるほど。そしてこのどの時間帯に当選するかはこちらもランダムで抽選させていただきます、うん、で購入なんですけども、事前抽選入場で当選された方ですね、うん、お一人様2個までのご購入となります、うんうん、2個ですね、はい、1作品1点までという形になります、はい、そして当日は混雑が考えられますので、うんうん、抽選入場の1時までですね、抽選入場が終わる1時までの入場に関しては当選者の方のみの入場となります、うんあります、はい、そして写真の撮影など動画の撮影などはフリー入場の際にお願いいたします、うんうん、家族やお連れ様との入場は可能です、うん、ただし同入場のグループでの購入も2個までと、はいはいはい、こちらは一緒のルールですね、1作品1点までという形になります、はい、そして1時半からのフリー入場ですね、うん、このフリー入場に関しては1時半からなんですけども、早めに来られる方もいらっしゃると思いますので、うん、こちらはですね11時30分よりそのパルコの5階の、はい、あの TBS のブースの近くでですね、うん、並んでいただく列をですね、うん、ご案内させていただきたいなと思います、はい、これは当日ご案内その場でさせていただきますので、うんはい、11時半からフリー入場の列を作ることができます、うんうん、そしてフリー入場の場合は個数制限はありませんと。お一人様の個数制限はないんですけども、うん、何回も並ばれても、うん、1作品につき1個というところのルールは設けさせていただこうかなと思います、はい、あとは事前当選された方もですね、うん、フリー入場のこの列に並ばれるということは可能ですと、はい、その際には点数制限はありませんという形になります、はい、そして今回ですね、はい、あの事前当選された方はですね、うん、メールの方が届くんですけども、うんはい、その中の文章には先ほどお伝えした3つの時間帯のどれかの時間帯が書かれていて、うんうん、もう一つは入場番号ですね、はい、30名30名30名なので、どの時間帯かということと1から30番までの何番か、うん、ということがメールの方に記載されてますので、はい、そのメールを、実際に見せていただいて入場するというような形になります、はいまあ、例えばですね、はい、あのどの当選番号、例えば30番であっても20番であっても当選された方に関してはその時間帯の5分前には、うん、例えば11時半からの当選であれば11時30分の5分前にはイベント会場にお越しいただきたいと思います、はい、そこから1番から順にですねご案内させていただくというような形になります、うんはい、ということは、はいまあ、あの今までやってきたイベントみたいにこう、うん、当日で の, その抽選みたいなのは特に、はいそうですね、はいはいはい、今回はないないです、ねはい、もう事前にメールの方でお伝えさせていただきますので、うんはい、当日並んでいただいて抽選券をお配りするということはもうなしなしと、はい、いう形になります、はい、ということですね、はい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 、そんな感じで今回はちょっとルール説明というような形になったんですけども、はいはい、まとめますと、はい、まずはですね3月11日のイベントなんですけどもう、はい、事前抽選をですね、はい、させていただきたいと思います、はい、それでは事前抽選の応募期間なんですけども、2月23日木曜日の1時から、はい、2月25日土曜日の23時59分までこちらの期間が応募期間と、はいはい、なのであの応募期間は時間がありますので、うん、時間ぴったりにバッと応募されなくても、うんそうですね、あのゆったりと、はい、フォーム入力して応募していただければと思います。この3日間だけ忘れずに、ね、そうです ね, ねそこ過ぎてしまったらクローズしますので、うんはいはい、そして応募いただいた方の中からですね、はい、90名をですね、うん、ランダムで選ばせていただきたいと思います、はい、そしてその当選された方にですね、はい、メールが行くんですけども、うん、こちらが3月2日の木曜日から、はい、3月3日の金曜日の18時までの間に順次メールの方を送らせていただきたいなと思います。はい、当選されなかった、残念ながらされなかった方はメールの方は届きませんという形になります。ギリギリに当選される方はもうドキドキですね。そうですね
なりますね、はい、でそのメールの中には抽選入場の時間帯ですね、はい、3つのうちのどの時間帯なのか、うん、そして何番の入場番号なのか、うん、ということが記載されてますので、そちらをご確認いただいてイベント開始時間の5分前にはお越しいただければと思います、はい、という形でですね、はい、ぜひ皆様の応募をですね、はい、お待ちしておりますと、はい、そうですね、今回はルール説明という動画だったんですけども、はい、あの次回のイベント開催前のどこかでですね、うん、はい、作品紹介などもさせていただければなと、そのイベントに登場してくる ね、 そうですね、作品紹介もさせていただければと思いますので、はい、今回のですね、まあ、販売される商品ですとか、うん、イベント運営に関してはですね、ティベスのこちらのアドレスですとか、うん、電話番号にお問い合わせいただければと思います、はい、本イベントに参加される作家様ですとか、はい、渋谷パルコ店へのお問い合わせに関してはご遠慮いただければと思います、はい、ということで、はいはい、まあ、渋谷パルコの5階といえばですね、はい、あのポップアップも2回ほどさせていただいたんですけども、うん、そうですね、はい、ホビーを扱っている店舗もたくさんありまして、そうですね、はい、結構楽しい回ですよね、うん、見て回ってもいろいろこうワクワクするような、そうですね、フロアですね、はい、その上の6階には任天堂がありますよ、うんうん、そうですね、はい、いう形ですので、はい、我々も楽しみですね、楽しみですね、はい、という形で、はい、今回のイベント開催させていただきますので、はい、3月11日のイベント以降はですね、はい、通常通り渋谷パルコ店として正式にオープンさせていただきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします、お願いします。